はい、どうも。メガサブの地球をきれいに300回目となりました。300回ですよ。300回。すごいよね、300回。そんなわけで、300回目は、1回目にやった場所に来てしました。あれ、奇遇ですね。奇遇ですね。そう、300回目といえば、いや来るしかないよね。私の出番。そうだよ。私の出番ですね。川津くんに負けちゃうから。川津くんには川津くんの20万回再生に負けないように。はい、彩香が来てくれました。300回記念ということで。なわけで、なんかね、ボランティアの方々が拾ってくれてるみたいで、結構綺麗でゴミなさげなんですけども、300回目なんで、記念すべき回なんで、1回目のところに戻ってきつつの彩香に手伝ってもらいます。はい。暑くね。暑くね。はい、あげか。もう見つけたから、あそこに1個。彩香の握力がなくなるか、熱中症になるか。相手の方が早いよ、これ。いや、手の方が早くてもいいんだよ。もうすぐ見つけた。ちょっとのゴミでもいいんだよ。300回目の記念ということで、1回目にやった場所だから、ちょっとお散歩してくるか。あっちにボランティアして終わりましたっていうゴミがあったんだよね。もうゴミ拾い下のしましたよっていうゴミの塊があったんですが、でもやっぱりこうタバコの吸い殻はあるんですよ。これ砂に埋めちゃダメだよね。砂に埋めちゃダメ。てか、なんでこれ砂浜なのに草っぼうぼうなの。生やしてるんだよ。あやかも生やしてんの。俺も生やしてるけど、あやかも生やしてんの。もうね、海に来たのなんていつ以来状態だよ。あそこの海っぱだで椅子に座ってる人たちは何をしてるんでしょうか。涼しいからね。涼しい。これ風がね、これ涼しい。涼しいこれ熱中症になっちまうレベルな気がするんだよな。あの立ち入り禁止は何なんだ。いたいいんだよ、これ拾わないよりは。もうだって普通考えたらこういうとこにいっぱいゴミありそうだけど、みんなボランティアの方が拾ってくれてるからゴミがないんだよ、これ。いいことですね。いいことですね。もうちょっと不思議なんだよな。なんで海なのにこんなに草木が生えてんだろう、これ。あの、言わんとこまで散歩してくるか、食後の運動。食べ過ぎたんで。食べ過ぎたんかい。あ、ほんとゴミ拾いやってくれてんだろう、これね。あやかが毎朝やってくれるんでしょ、これ。そう、近所だから。近所だから。ね、近所。あ、バラした。あやかんちそこです。言えないよ。あやかんちそこです。暑いわ。夏ももう終わりだっていうのに、この暑さ。いや、ほんとゴミねえわ。綺麗だわ。それゴミじゃねえぐね。貝殻だよ。ほら、みんな綺麗だよ。めっちゃ波来てる。めっちゃこれみんな、もう海水浴シーズン終わったのに海水浴してるよ。海水浴シーズン終わったのに海水浴してますね。これ多分ゴミねえな。びっくりするぐらい。じゃあ泳いだら早く。びしゃびしゃになっちゃうよ。大丈夫、すぐ乾きそうだもん。これゴミだわ。これは大きなゴミだよ。これ海水浴してって敷物をしてっておいでったみてえなゴミじゃね、これ。砂だらけになるね、これね。じゃない、これ。いや、いいな、彩香これ持ってて。これ多分これだけ回収したらもう今回300回目終わりでいいと思うな、俺。これ。ちょっと待って。めっちゃ重いもん。あ、これ無理。
無理じゃねこれ。これ砂だらけになるか重い、重いがどっちかで、これ無いね。よし、これ大物拾って、これ今日はもうあれだよ、大物拾ってこれ一袋いっぱいになって終わりだよ。もう一回砂だらけになって、あとで洗う。300回終了。300回終了だよ。大物海水浴に来てこうやって勝手になんていうの、こういうの置いてっちゃダメだよ。一つ見つけた。綾香のマスク。ノーマスクなんで。綾香のマスク。マジでこれ。これでいっぱいで、もう本当パッと見ゴミねえもん。汗かいてんだもん。めっちゃ汗かいてる、これめっちゃ砂だらけなんだよ。どうしたらいいの？汗かきおじちゃん。汗かきおじちゃんだね。汗かくということはいいことなんだ。あともちょっとあの楽しそうな裸が映しちゃったらピーってなっちゃう。はい、そんなわけで、ね、ちょっとしか拾ってないけど300回記念ということ、皆さん300回よろしく、よろしくない300回あの達成できました。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。お願いします。綾香は次400回目だから、その頃には綾香はもう40歳ぐらいになったんじゃない。やだ。綾香、ね、さんありがとうございました。あっという間で、あっという間で。まあ予想はしてたけど、本当でもゴミ少ないっていうのはいいことなんで、じゃあ次綾香さんあたり310回目ぐらいに出てもらうから、またね、すぐね。あれすごい、クロールで泳いでるよ。すごい。めっちゃクロールで泳いでる。知らない人、私も行こうかな。ちょっと期待、あやかちょっと泳ぐみたいです。クロールできるようになったの。クロールできるようになったの、ね、いやいやマジでこれほんのちょっとしかゴミなかったけど、いいことです。皆様ゴミ捨てないようにね、綺麗な海がいいですから。ボランティアやってくださってる方々も本当にありがとうございます。はい、あやかさんもありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。お待ちしてます。ではまた、バイバイ。これ20万回いかねえな。ピコン。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、ね、気になる動画はこちら、ね、よかったらチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。